中日の選手を30秒で紹介してみた。梅津晃大は2018年ドラフト2位で中日に入団した投手。速球派のイケメン投手として知られる彼ですが、好きなアニメはヴァイオレット・エヴァーガーデン。おすすめのアニメとして山本拓実投手に紹介したほどのファンだそうです。ちなみに山本投手は新幹線の中で視聴して号泣したとのこと。ご視聴ありがとうございました。高評価とチャンネル登録もぜひお願いします。